デスクスペースつけてもいいかもだし、ここね。あのやっぱ眺望がいいのやっぱ魅力的ですね。やっぱり開けてるのが本当にいいですね。いやーここがいいな。私もここがいい。あ、キッチンも広い。すごい、ここだよ。ここがいい。うん、もう見なくていいかも。他ここにしよう。景色がいい。広いわ。めちゃくちゃいいわ。住みたい家が見つかったので、その家に住めたらいいなと思いますね。でも1ヶ月ぐらい待たないといけないかな。そうね、まあ、その間に家具を見に行ったりとかさ、着々と都内に住む準備を進めていきたいと思います。先日内見しに行ったお家の契約が決まりました。もうあの玄関入った瞬間にもうここだねっていう直感が来て、すぐに契約を申し込んだんですけど、無事契約できました。ただ入居までにはまだあと10日間ぐらい時間があるので、今ここは帰国者向けの、自主隔離用のマンションで、少し余裕を持って、借りていたんですけど、明日でここを出なければならないので、今日からその新しい家に入居するまでの10日間別のマンションに移りたいと思います。とにかくあのお家がないと落ち着かないので、早く新しいお家に住みたいんですけど、あと10日間の我慢なので辛抱します。じゃあ移動します。あるので持ってくるのがすごい大変でした。新しい家に入居するまでの10日間は長期滞在者向けのアパートに泊まります。キッチンがあって冷蔵庫、こっちもすごい食洗機も、これがリビング、ベッドスペース、バスルームもすごく広い。そしてちゃんと洗濯ついてます。一旦落ち着いたね。なんか帰ってきた感がようやく出て、なんかやっと日本に着いたっていう感じがしました。あとは入居まであと10日ほどあるんですけど、この
長期滞在者用のマンションで10日間過ごしたいと思います。明日は東京は結構かなり雪が降るみたいなので、このマンションにはキッチンもあるので、これから食材の調達と、あとは皆さんに一つ前の Vlog で乾燥対策の高保湿系のスキンケアのおすすめを聞いた時に、たくさんおすすめを教えていただいてここにメモしたので、それらをいくつか買いに行きたいと思います。一緒に行く？うん、じゃあ行ってきます。東京散歩してるだけで楽しくない？今からビオセボンとコスメキッチンに行くんですけど、どちらも歩いていきます。片道45分の道のりです。お散歩こそが、お散歩こそが私たちの趣味はお散歩。お散歩って今の時代にさ、すごいマッチしてる。そうね、楽しいね。今日はコスメキッチンとドラッグストアでスキンケア用品を中心にいろいろと購入してきたので紹介したいと思います。前回の動画で肌の乾燥に悩んでいて高保湿系のスキンケアを探していると書いたところ、皆さんからたくさんコメントをいただきました。合わせてコスメキッチンでのおすすめをインスタグラムで聞いたところ、こちらもたくさん教えてもらったので、私が元から気になっていた商品プラス皆さんから教えてもらって気になったものを購入してきました。では紹介していきます。ではまずはコスメキッチンで購入したものから紹介していきます。まずはファミュの商品から紹介します。ファミュでは3点商品を購入しました。まずはこちら、ルミエールバイタル C を購入しました。これは導入美容液です。ファミュといったらこれというほど有名な導入美容液ですが、使ったことがなかったので試してみることにしました。潤いを与え、肌を引き締めて乾燥などの外的ストレスから守ってくれるそうです。あとみずみずしいのにベタつかないっていうのも私的にポイントが高いです。これは化粧水後に 3,4 滴肌にのせて使用する商品です。少しお高めの導入美容液ですが、これ一つで朝晩使えるのでとってもいいなと思い、これを選びました。次は同じくファミュのグロードロップスを購入しました。これは前からインスタの口コミで見てて気になってたんですけれども、日本に帰ってきてから保湿をいつもより入念にしてるのにすごく乾燥してしまうのを感じていて、そこでファミュの公式ホームページを見ていた時に、この美容液が保湿が長続きしない人に向いていると書いてあって、これだと思って今回購入しました。視聴者さんの中にも何人かこれをおすすめしてくれていました。あとこの美容液は全ての肌質に対応しているのもいいなと思います。私は自分の肌質がこのタイプだとはっきり分かっていないので、いつも肌質に分かれているものを見るとどれを使っているのか悩むんです。でもこれは全ての肌質に対応しているので迷いなく購入することができました。この美容液は先ほどのこの導入美容液の後に使用します。こちらも朝晩使用できる商品です。次はコスメラインのエバーグロークッションを購入しました。以前はナーズのクッションファンデーションを使っていたんですけど、もう少しツヤ感が欲しくてこちらを試してみることにしました。これはツヤを持続させながら保湿もしてくれるそうです。色は3色展開されてるんですけれども、私はコスメキッチンの店員さんと相談して日本人の肌色によく合うライブベージュという色味を購入しました。ファミュは韓国発のブランドなんですけど、韓国のブランドから出てるクッションファンデはどれも間違いがないので、こちらも使うのがとっても楽しみです。そしてファミュで購入したのはこの美容液2点とクッションファンデだけなんですけど、今ファミュの商品を1万1000円以上だったかな、購入するとこのリップバームスティックがもらえました。非売品みたいなんですけど大きさもちょうどよくてとっても良さそうです。ファミュはパッケージの可愛さと使用感はもちろん、お花の香りが本当にいい匂いで、スキンケア中に本当にうっとりしてとっても好きなんですけど、このリップバームも
ローズのいい香りがします。次にコスメキッチンで購入したのはダムダムのもちもちルミナスクリームです。これも前から気になっていた商品で、今回視聴者さんにもおすすめされたので購入しました。こちらは名前にも含まれている通りもちもち肌になるらしく、そしてシソの香りがするみたいです。こちらもベタつかないのにちゃんと肌が潤うと口コミに書いてあったので、そちらにも惹かれて購入しました。コスメキッチンで購入した最後の商品はチャントアチャームのクレンジングミルクです。こちらはインスタグラムでフォロワーの皆さんにコスメキッチンのおすすめを聞いた時に、この商品が圧倒的に人気だったので購入してみました。こちらのクレンジングミルクはしっかりメイクが落とせるのに肌が突っ張ることがなく、まつ毛をしていても使えるし、ダブル洗顔が不要なのがとてもいいなと思いました、私はクレンジングはミルクかバーム派なんですけれども、このクレンジングが肌にあったらしばらくこれを使ってみたいと思います。コスメキッチンで購入したのは以上です。次はドラッグストアで購入した商品を紹介します。まずはこちら菊正宗の日本酒の化粧水高保湿タイプを購入しました。これも視聴者の方から教えてもらったんですけど、とてもよく潤うしほんのり日本酒の香りがして心地いいと教えてもらったので気になって購入してみました。これは 500ml で1000円もしないので気兼ねなくバシャバシャ使って、これを使ってコットンパックもしようと思います。こちらも視聴者さんからのおすすめで購入したミノンのプルプルしっとり肌マスクです。こちらは以前からドラッグストアで見かけて気になっていたんですけど、たくさんの人がこのパックをおすすめしてくださるので、これやっぱりいいんだと思って初めて購入してみました。こちらは特に乾燥が気になるお風呂上がりに使いたいと思います。次はワフードメイドの酒粕パックを購入しました。これは洗い流すタイプのパックで、こちらも以前から気になってたものなんですけれども、私はテラスハウスに出演しているローレンサイさんが好きなんですけど、ローレンサイさんがこれを入浴中に使っているとおっしゃってて、私はローレンサイさんが好きなので真似して買いました長風呂中に肌が乾燥しないようにちょうどいいと思って購入しました。最後はセザンヌのウォータリーティントリップ06ピンクベージュを購入しました。こちらは私が美容系 YouTuber さんで唯一見てる関根梨沙さんが紹介していたもので、関根梨沙さんがおすすめするリップは今まで何とか購入したことがあるんですけれども、どれも良かったのでこちらも真似して購入してみました。よかったら他の色味も購入してみようと思っています。03番のベージュブラウンと新色07番のビターレッドも気になってます。これで購入品は全部です。日本に帰ってきてテンションが上がってしまって少し買いすぎてしまった気がするんですけれども、これで肌の乾燥が少し良くなるんじゃないかなと期待しています。今回購入したのは全て初めて使う商品なので、しばらく使ってみて良かったものがあればまた感想を皆さんにシェアしたいと思います。皆さんたくさんおすすめの商品を教えてくださりありがとうございました。インスタグラムでは購入して良かったものを紹介したり日常について投稿していますので、インスタグラムもぜひチェックしてみてください。ではお風呂に入ってきます。おやすみなさい。
この前代官山蔦屋で購入した本を紹介します。まずはこちら、宮崎駿監督の出発点。これはつい最近、宮崎駿が語るジブリの世界という動画を見てから、宮崎駿監督の時代の見方だったり創作に対する考え方に興味を持って、そこから監督が書いた作品の企画書やインタビューだったり対談をネットで読み漁っていたんですけど、これは1979年から1996年までの監督のエッセイや企画書、対談、インタビューがまとめられているものです。これを読み終わった後に続編の折り返し点を読もうと思っています。あとは店頭で平置きされていて気になったものを3冊購入しました。最後に自分の本を見つけたので思わず嬉しくて購入してしまいました。この本を出版した時はまだ台湾に住んでいたので、今回初めて本屋さんに自分の本が並んでいるというのを体験しました。なんだかとても不思議な気持ちで、ああ本当に夢が叶ったんだなと嬉しくなって、記念に1冊購入しました。今日はこの出発点を読みたいと思います。'Cause it's alright.